ザカリー・ダナ・ヒューはアメリカ合衆国出身の男性フィギュアスケート選手。パートナーはマディソン・ハベル、パイパー・ギレスなど。2018年 ISU グランプリファイナル、2014年4大陸選手権優勝。2018年世界選手権銀メダル、2019年世界選手権銅メダル。11歳でスケートを始めた。2006から2007シーズンには、 ケイトリン・パティトッチと組んで全米選手権の予選会で、あるイースタンセクショナルのノービスクラスで5位に入った。翌2007から2008シーズンには、リリー・ラマーと組んでイースタンセクショナルのジュニアクラスで5位に入った。2008から2009シーズンから、パイパー・ディレスと組んで国際大会初出場となった、ジュニアグランプリシリーズのチェコスケートで優勝。スケートサファリでは2位となり、 ジュニアグランプリファイナル進出も決めたがギレスの怪我で出場を辞退した。2009年、2010年の全米選手権では2年連続でジュニアクラスで銅メダルを獲得するも世界ジュニア選手権への出場はならなかった。2011年5月12日、マディソン・ハベルとのパートナー結成を発表した。国際大会デビュー、そしてシニアデビューとなったネーベルホルンハイで、 いきなり優勝を果たした。全米選手権では3位となり、初の世界選手権の代表に選ばれた。2013から2014シーズン、ネーベルホルンハイで2度目の優勝。スケートカナダで3位となり、グランプリシリーズで初のメダルを獲得。全米選手権では2年連続で4位となり、ソチオリンピックへの出場とはならなかったが、4大陸選手権では初優勝を飾る。 世界選手権の第一補欠に選ばれていたが、ハベルの伝部の手術のために出場を辞退した。2015年4月、マリー・フランス・ディブレイユ、パトリス・ローゾン夫妻にコーチを変更し、練習拠点をカナダのモントリオールへ移した。2015から2016シーズン、エリック・ボンパールハイは FD の前に中止となったが、SD1 位が最終順位となったため、 グランプリシリーズ初優勝を飾った。初進出のグランプリファイナルでは6位。世界選手権では自己最高の6位に入った。2016から2017シーズン2年連続のグランプリファイナル進出を決めた。同大会では5位となり、同じアメリカのマディソン・チョック、エヴァンベーツ組に2012年全米選手権以来約5年ぶり勝利を収めた。世界選手権では SD で自己ベストを更新し、アメリカカップル最上位の3位につけた。しかしながら、FD のシンクロナイズドツイズルで点灯する大過失を、犯し、9位に順位を落とし初メダルを逃した。2017から2018シーズン、スケートカナダで2位、NHK 杯で3位となり3年連続の進出となった。グランプリファイナルでは4位となった。全米選手権では、SD2 位、 回 D2 位ながらも TSS1 位で初優勝を果たし初めて、逸話代表入りを果たした。ピョンチャン五輪では SD3 位につけるも、FD でのシンクロナイズドツイズルでのレベルの取りこぼしや、これをツイズルのノーカウントなどミスが響き、4位に終わった。世界選手権では SD で全ての要素でレベル4を揃え、自身初の80点超えとなる80.42位で2位につけると、 FD でもレベルを揃える安定した演技で総合2となり悲願のメダルを獲得した。ありがとうございます。